ウズベキスタンの著称政策では、ウズベキスタンの著称に関する政策について記述する。著称を免除される国々 CIS 諸国の国民は二国間合意に基づき、ウズベキスタンに入国する際に著称の必要がない。適用される国は次の通り、2018年になって新たに以下の国に対し、30日以内であれば著称が免除されるようになった以上に加えて、 ウズベキスタンへの定期便を運航する外国航空会社の航空機乗務員も同様である。免除は一般、公用、外交といった旅券の種類を問わない。また、日本との間では相互に、領事手数料を無料としている。トルクメニスタンについては、トルクメニスタンのダショグズ州とレバプ州の住民は、ウズベキスタンのホラズム州とブハラ州、カラカルパクスタン共和国アムダリオ地区。 コジェリ地区、シュマナイ地区、コンギラト地区、タヒアタシシ、カシカダリア州デフカラバード地区、グザル地区、ニシャン地区、ミリシュコール地区に、詐称なしで出入国及び滞在が可能。スルハンダリア州、シェラバード地区とムズラバート地区には、月3日以内に、限り同様。またイドアルイコールフィトルとイードアルイコールアドハーの間、伝統的儀式を行う目的での入国を月に2回。 7日以内に限り可能。また、以下の市民権を有する者に対しては、ウズベキスタンの大使館において簡略化された、詐称手続きのみで入国可能である、タジキスタン、中華人民共和国、ハンガリー、韓国とベトナム、エストニア、クウェート、シンガポール、スロバキア、トルコ、ブラジル、ポーランド、ラトビア、ルーマニアの外交旅券を持つ、外交施設団や、 領時間の職員とその家族は、詐称を免除される。ルーマニアとスロバキアに関しては、サービスパスポートを持つ者に関しても90日以内の滞在が可能である。上に挙げた、以外の世界の国民に関しては、ウズベキスタンに入国する際あらかじめ取り決められた、詐称を受けなければならない。一旦ウズベキスタンに入国する際には、入国者は国内のオーバーに登録しなければならない。 ホテルに滞在する場合は自動的に登録手続きが行われ登録証が発行される。しかし、この発行を受けるにはホテルの者のに登録手続きを頼むことが必要である。出国時に登録証のチェックを受けることになるためホテルで発行された登録証を持ち続けていなければならない。ありがとうございます。